先日、アンティーク好きな彼女とドライブがてら、骨董店やリサイクルショップを回ることになった。俺もレゲエとか古着など好きで、掘り出し物のファミコンソフトや古着などを集めていた。お互い掘り出し物も数点買うことができ、テンション上がったまま車を走らせていると、一軒のボロッチい店が目についた。意外とこんな錆びれた店に、お化けの九太郎ゴールドバージョンが眠ってたりすんだよなぁ。浮かれる俺を冷めた目で見る彼女と共に、俺は店に入った。コンビニ程度の広さの、ちんけな店だった。主に古本が多く、家具や古着の類はあまり置いていないようだった。ファミコンソフトなど、究極張り切りスタジアム、が嫌がらせのように一本だけ、ホコリをかぶって棚に置いてあるだけだった。もう出ようか、と言いかけたとき、あ、と彼女が驚嘆の声を上げた。俺が駆け寄ると、ぬいぐるみや置物などが詰め込まれた、バスケットケースの前で彼女が立っていた。何か掘り出し物あった？これ、すごい。そう言うと彼女は、バスケットケースの一番底に押し込まれるようにあった、正二十面体の置物を、ぬいぐるみや他の置物をかき分けて手に取った。今思えば、なぜバスケットケースの一番底にあって外からは見えないはずのものが、彼女に見えたのか。不思議な出来事は、ここからすでに始まっていたのかもしれない。何これ？プレミアモン？いや、見たことないけど、この置物買おうかな。まあ、確かになんとも言えない落ち着いた色合いのこの置物。オブジェクトとしては悪くないかもしれない。俺は、安かったら買っちゃえば、と言った。レジにその正二十面体を持っていく。しょぼくれたじいさんが古本を読みながら座っていた。すいません、これいくらですか？その時、俺は見逃さなかった。じいさんが古本から目線を上げ、正二十面体を見た時の表情を、驚愕、としか表現できないような表情を一瞬顔に浮かべ、すぐさま普通のじいさんの表情になった。あ、ああ、これね。いくらだったかな。ちょっと待っててくれる？そう言うとじいさんは、奥の部屋、おそらく自宅兼、に入っていった。奥さんらしき老女と、何か言い争っているのが断片的に聞こえた。やがて、じいさんが一枚の黄ばんだ紙切れを持ってきた。それはね、いわゆるおもちゃの一つでね。リンフォンって名前で。この説明書に詳しいことが書いてあるんだけど。じいさんがそう言って、黄ばんだ汚らしい紙を広げた。随分と古いものらしい。紙には例の正二十面体の絵に、リンフォン、と書かれており、それが、熊から鷹、鷹から魚、に変形する経緯が絵で書かれていた。わけのわからない言語も添えてあった。じいさんが言うには、ラテン語と英語で書かれているらしい。このように、この置物がいろんな動物に変形できるんだよ。まず、リンフォンを両手で包み込み、おにぎりを握るように撫で回してごらん。彼女は言われるがままに、リンフォンを両手で包み、握るように撫で回した。すると、カチッ、という音がして、正二十面体の面の一部が隆起したのだ。わ、すごい。その出っ張ったものを回してみたり、もっと上に引き上げたりしてごらん。じいさんに言われる通りに彼女がすると、今度は別の一面が陥没した。すごい、パズルみたいなもんですね。ユウもやってみたら？この仕組みを言葉で説明するのはすごく難しいのだが、トランスフォーマー、というおもちゃをご存知だろうか。カセットテープがロボットに変形したり、拳銃やトラックがロボットに、という昔流行ったおもちゃだ。このリンフォンも、正二十面体のどこかを押したり回したりすると、熊やタカ、魚などのいろいろな動物に変形する、と想像してもらいたい。もはや、彼女はリンフォンに興味津々だった。俺でさえすごいおもちゃだと思った。
ったの？それでおいくらなんでしょうか？彼女が恐る恐る聞くと、それねえ、結構古いものなんだよね。でも、私らも置いてあることすら忘れてたものだし。よし、特別に1万でどうだろう。ネットなんかに出したら、好きな人は数十万でも買うと思うんだけど。そこは値切り上手の彼女のことだ。結局は6500円にまで負けてもらい、ホクホク顔で店を出た。次の日は月曜日だったので、一緒にレストランで晩飯を食べ終わったら、お互いすぐ帰宅した。月曜日。仕事が終わって家に帰り着いたら、彼女から電話があった。ゆうくん、あれすごいよ。リンフォン。ほんとパズルって感じで、動物の形になってくの。仕事中もそればっかり頭にあって、手につかない感じで。マジで下手なテレビゲームより面白い。と、一方的に興奮しながら彼女は喋っていた。電話を切った後、写メールが来た。リンフォンを握っている彼女の両手が映り、リンフォンから突き出ている、熊の頭部のようなものと足が2本見えた。俺は、よくできてるなぁと感心し、そのような感想をメールで送り、やがてその日は寝た。次の日、仕事の帰り道を車で移動していると、彼女からメールが。マジで面白い。昨日徹夜でリンフォンいじってたら、とうとうクマができた。見に来てよ。という風な内容だった。俺は苦笑しながらも、車の進路を彼女の家へと向けた。なあ、徹夜したって言ってたけど、仕事には行ったの？つくなり俺がそう聞くと。行った行った。でも、おかげでコーヒー飲みすぎて気持ち悪くなったけど。と彼女が答えた。テーブルの上には、四つ足で少し首を上げた、熊の形になったリンフォンがあった。おお、マジすごくない？これ。仕組みはどうやってできてんだろ？すごいでしょ？ほんとハマるこれ。次はこの熊から鷹になるはずなんだよね。早速やろうかな、と思って。おいおい、さすがに今日は徹夜とかするなよ。明日でいいじゃん。それもそうだね。と彼女は言い、簡単な手料理を二人で食べて、その日は帰った。ちなみに、言い忘れたが、リンフォンはだいたいソフトボールくらいの大きさだ。水曜日。通勤帰りに、今度は俺からメールした。ちゃんと寝たか？その他もろもろ、あーだこうだ、すると。昨日はちゃんと寝たよ、今から帰って続きが楽しみ。と返事が返ってきた。そして夜の11時くらいだったか。俺が PS2 に夢中になっていると、写メールが来た。タカができたよ、ほんとリアル。これ作った人マジ天才じゃない？写メールを開くと、翼を広げたタカの形をしたリンフォンが写してあった。素人の俺から見ても精巧な作りだ。今にも羽ばたきそうなタカがそこにいた。もちろん、おもちゃだしある程度はデコボコしているのだが。それでもよくできていた。すげえ、あとは魚のみじゃん。でも夢中になりすぎずにゆっくり作れよなぁ、と返信し、やがて眠った。木曜の夜。俺が風呂上がると、携帯が鳴った。彼女だ。ゆうくん、さっき電話した？いや。どうした？5分ほど前から、30秒間隔くらいで着信が来るの。通話をしても、何か街の雑踏のざわざわみたいな、大勢の話し声みたいなのが聞こえて、すぐ切れるの。着信見たら、普通は番号表示されるか、非通知、か、公衆、とか出るよね？でもその着信見たら、彼方、って出るの。こんなの登録もしてないのに。気持ち悪くて。そうか。そっち行った方がいいか？いや、今日は電源切って寝る。そっか、ま、何かの混戦じゃない？ああ、ところでリンフォンどうなった？魚は。ああ、あれもうすぐできるよ。終わったらゆうくんにも貸してあげようか。うん、楽しみにしてるよ。
金曜日。奇妙な電話のことも気になった俺は、彼女に電話して家に行くことになった。リンフォンはほぼ魚の形をしており、あとは背びれや尾びれを付け足すと完成、という風に見えた。昼にまた変な電話があったって？うん。昼休みにパン食べてたら携帯が鳴って、今度は普通に、非通知、だったんで出たの。それで通話をしてみると、出して、って大勢の男女の声が聞こえて、それで切れた。やっぱ混戦かいたずらかな。明日携帯会社一緒に行ってみる？そうだね。そうしようか。その後、リンフォンってほんとすごいおもちゃだよな、って話をしながら、魚を完成させるためにいろいろいじくってたが、なかなか尾びれと背びれの出し方がわからない。やっぱり最後の最後だから難しくしてんのかな、とか言い合いながら、四苦八苦していた。やがて眠くなってきたので、次の日が土曜だし、着替えも持ってきた俺は、彼女の家に泊まることにした。嫌な夢を見た。暗い谷底から、大勢の裸の男女が這い登ってくる。俺は必死に崖を登って逃げる。あと少し。あと少しで頂上だ。助かる。頂上に手をかけたその時、女に足を掴まれた。連れてってよー。汗だくで目覚めた。まだ午前5時過ぎだった。再び眠れそうになかった俺は、ぼーっとしながら、彼女が起き出すまで布団に寝転がっていた。土曜日、携帯ショップに行ったが、大した原因はわからずじまいだった。そして話の流れで、気分転換に、占いでもしてもらおうか、ってことになった。市内でも当たると有名な、猫おばさんと呼ばれる占いのおばさんがいる。自宅に何匹も猫を飼っており、占いも自宅でするのだ。ところが予約がいるらしく、電話すると、運よく翌日の日曜にアポが取れた。その日は適当に買い物などして、外泊した。日曜日。昼過ぎに猫おばさんの家に着いた。チャイムを押す。はい。予約した〇〇ですが。開いてます、どうぞ。玄関を開けると、廊下に猫がいた。俺たちを見るとギャッと威嚇をし、奥へ逃げていった。廊下を進むと、妖魔に猫おばさんがいた。文字通り猫に囲まれている。俺たちが入った瞬間、一斉に、親の仇でも見たような声で威嚇し、じりじりに逃げていった。さすがに感じが悪い。彼女と困ったように顔を見合わせていると、すみませんが、帰ってください、と猫おばさんが言った。ちょっとムッとした俺は、どういうことか聞くと、私が猫をたくさん飼ってるのはね、そういうものに敏感に反応してるからです。猫たちがね、占っていい人と悪い人をより分けてくれてるんですよ。こんな反応をしたのは初めてです。俺はなぜかひらめくものがあって、彼女への妙な電話、俺の見た悪夢をおばさんに話した。すると、彼女さんの後ろに、動物のオブジェのようなものが見えます。今すぐ捨てなさい。と、しぶしぶおばさんは答えた。それがどうかしたのか、と聞くと、お願いですから帰ってください。それ以上は言いたくもないし、見たくもありません。とそっぽを向いた。彼女も顔が蒼白になってきている。俺が執拗に食い下がり、あれは何なんですか？呪われてるとか？よくアンティークにありがちなやつですか？おばさんが答えるまで、何度も何度も聞き続けた。するとおばさんは立ち上がり、あれは凝縮された極小サイズの地獄です。地獄の門です。捨てなさい。帰りなさい。お金は、いりません。この時の絶叫したおばさんの顔が、何より怖かった。その日、彼女の家に帰った俺たちは、すぐさまリンフォンと黄ばんだ説明書を新聞紙に包み、
ガムテープでぐるぐる巻きにして、ゴミ置き場に投げ捨てた。やがてゴミは回収され、それ以来これといった怪異は起きていない。数週間後、彼女の家に行った時、アナグラム好きでもある彼女が、紙とペンを持ち、こう言い始めた。あのリンフォンって、RINFONE の綴りだよね。偶然というか、こじつけかもしれないけど、これを並べ替えると、INFERNO、インフェルノ、地獄、とも読めるんだけど。ははは。まさか。偶然。魚。完成してたら、一体どうなってたんだろうね。ははは。俺は、乾いた笑いしかできなかった。あれがゴミ処理場で処分されていること。そして、二つ目がないことを、俺は無意識に祈っていた。